同職員の採用試験が今日札幌などで行われています。今日実施されているのは来年4月に採用される道の行政職員などの一次試験です。年齢によって区分が異なり、札幌市内の高校では18歳から21歳が対象の試験が行われています。今回の採用試験ではすべての区分を合わせて420人の採用予定者数に対し1993人が申し込んでいて、倍率はおよそ 4.7 倍となっています。試験は東京などでも実施されていて、一次試験の結果は来月14日に発表されます。